鈴木さん、はい、今日はですね、はい、エミリーもいないし、どこだよここここ原間さんもいないし、はい、なんか塚原さんだけいつも出てるんですけど、それさ多くない？俺だから暇なんですか？暇暇暇でもない暇でもなくて、実は僕ね鈴木さん稽古してるんですよ舞台、はい、僕も絶賛なんというレベルズさんっていう制作団体で、はい、でレベルズさんが今回ね2週にわたってね、はい、本番があって、へえ、僕らは、2週目なんですよ。で1週目は別のチームがやって、で1本目はオーシャンのぞみっていうタイトル で僕らは、はい、アベンジ502号室っていう舞台のタイトルね、はいはい、2をやってて、今日その両チームからゲスト呼んで、はい、かけたんで遊んでいこうかと思ってますんで、はい、でそれ呼び込もうか。じゃまずはね、はい、僕のチームから、はい、まあ、同じ僕とよく絡んでますけども、はい、清水陽介さんに来てもらってますね、はい、清水ちゃん、彼はどうも清水です。どういうコーディネートなの？いいじゃん、その私服いじりとかを。いいじゃん、このひげもだし普段着ですよ。すごいでしょ、この学校。はい、いや遊びじゃないよ、今日はね、まあ、俺遊びの手だったんだけど、なんかどうやらね、違うらしい。本気で来てるから殺し屋の人ですか、これ本気で。いや、あなた俺あなたですよ。はい、もうワンチームから、はいはいはい、オーシャンのぞみチームから、もうこれもおなじみ、僕はおなじみです、はい、文句よく出てくれてます、はい、桜井拓也くん、さくちゃんが桜井くんに来てもらって、お願いします。はい、お願いします。さくちゃんでございます。はい、もうおなじみね、はい、まあ舞台、まあ、稽古、絶賛稽古中です、これはね、はいはい、稽古場が一緒なんでね、会うこともあるんですけども。あ、そうなんですか。本当にここどこですか？この場所は一切言えないよね、ちょっと。ここは、ロシアですね、ここは国境を越えてますね。今日はね、せっかくなんで、はい、まあ、僕はジャッジとして審判側に立とうと思って、はいはいはい、2人で勝負してもらって、オーシャンチームとアベニチームで、そうですね、別チームで、はい、勝った方に舞台の告知をしてもらおう。おお、なるほど。で、負けたら勝ちで何もできません。マジかよ。ロシアまで来たけど一切何もできません。まあ、気持ち的には俺清水さんのチームなんで、はい、清水さんに勝ってほしい。そうだよ、そうそうそう。ちょっと偏っちゃうけど、はい、いやダメだよ。レフェリー偏っちゃダメだよ。ここは公平にジャッジでございます、はい、3本勝負して、うん、いろいろやっていこう。はいはい、まあ、いろいろ上バッティングセンターとか。そうですね、さっきからずっとパコンパコンっていう音聞こえてますからね。あるんですけど、普通にやっても面白くないから、はい、清水さん特技があるんですよね。まあ、はい、はいはいはい。もう何でしたっけ？僕は心眼ですね。ちょっと特技って言って心眼ってちょっと答えがよく分かんないんですけど。どういうことですか？どういうことで心眼、要は 目を隠したまま、はい、目隠ししたまま、まあ、いろんなことができると、はい、まあ一流なんで。すごいですね。はい、いや何の一流だか分かんないよ。ここから目隠しで上まで登れちゃうっていうことも。あ、もうそんなん全然余裕です。すごいですね。今日ここまでも心眼できた。心眼できてるね。いや一緒に歩いてきたでしょうね。眼鏡かけてますけどね。より見えるように眼鏡かけてます。俺義眼だから両方。いやもうよりややこしい。両方義眼だったら別に目閉じる必要ないでしょ。じゃあ目矢についてるから。いやもう顔洗ってきてくださいよ。それで、うん、まあ、それと、はい、心眼とやっぱ通常だったら、はい、まあ、作者勝っちゃう。いや分かんないけど。でも桜井さんも勝っちゃう。分かんないけど賑やかな。ロシアに面白いハプニングが。桜井さんもあれですもんね、心眼みたいな状況ですもんね今。いや目開いてるわ。開いてるんですか？あ、開いてるんですよ。開いてる。あ、で、さくちゃんは、はい、あるんだね、特技。いや、まあそうですね、はい、特技、はい、なんだっけ、特技。そうですね、疑わないですよね。絶対、全然声聞こえないよ。あの、わー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 言ってるから。さくちゃんはね、はい、痛覚がないんですよ。鈍って、え、あ、痛覚がない。脳痛覚、今ビンタしてもじゃあ痛くないってことですか？ビンタは痛いです。いやいやいや、おかしいでしょ、うん、で、さくちゃんには、はい、低周波の機械あるじゃない、はい、やつ、うん、それをつけたまま、はいはい、試合、勝負してもらおうかと、はいはい、もうね、そう、僕接骨院とか行ってもあの電気たまにピリピリやってくれるじゃないですか、うん、何も感じないですもん。あ、もう最強にしてくれって言っても全然何も感じない。あ、じゃあもうこれはもう心ってこれ期待できますね。心と思いますね。そうですね、はい、心眼対低周波しつつ、はい、勝負していこうと思います。じゃあ行きましょうか、早速。お願いします。行きましょう。はい、お願いします。そう、ということで来ました。はい、なんとなくもうお分かりでしょう。はい、ここがロシアの、ロシアの頂上ですか。バッティングセンターだね、ロシアの。どう見てもどう見ても、この2人の格好、はい、素晴らしい。一周年、はい、一周年来てきてるよ。一周年。なんとね、鈴木さん、はい、これね、さくちゃんはね、野球少年なんだ。
え、これ実はだいぶアドバンテージがあるんですよ、うん、はい、元横浜とかですか。そうですね、横浜にある城里高校県立です。野球、はい、野球部、間違えてなかったね、はい、ポジションは、ポジションはいろんなとこでした、いろんなとこでした、はい、すげえ、主にベンチです。2軍あるある の、 あの全部やらされるやつですね。そうです、清水さんには心眼で、はい、目を隠してやって、さくちゃんは低周波をつけてやって、はい、それで10球ずつ勝負しよう、はい、で10球どれだけ多く打てた方が勝ちということ、はい、まず1本目ですね、はい、これ打てる基準はもし最悪のケースですよ、うん、当たればいいとかも入りますか。それはもう俺がジャッジします。ああ、ジャッジします、ね、あとは、ね、あとは面白かったら1ポイントとか、もう絶対そこ基準だ。そういうのも加味します。そうなるとでもレッドもね、新眼、新眼も食らうしかない。デッドボールに関しては3ポイント。顔面なら5ポイント。いらねえよ。ポイント。的になってるだろ。はい。はい。とりあえずそれでいきましょうか。はい、やっていきましょう。はい。意気込みお願いします。はい。まあちょっとね、最近あの肩こりが激しいんで、はい、肩こり治そうかなって思ってる。はい、余裕だと思います。低周波してね、はい、余裕だと思います。肩こり治しながらヒットバンバン打っちゃうじゃないかと。絶対勝ちます。お願いします、はい、スイッチオン。じゃあとりあえずどれだけのものか、はい、低周波スイッチオン。あー、痛い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 。あの場所がね、マジマジマジ、これこれ筋肉がぶつかるんだって。こんな近く OK よいしょ。すげえ見て、すげえ右腕ブルンブルン。いきますよ、高橋さん。はい、実験、よーい、スタート。いてててててくるよ、くるよ、握って右手も。よっしゃ。右手も握って、右手も握って。当たった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 。右手握って。よっしゃ、痛い痛い痛い、あー、すごいすごい、あー、痛い痛い、持てない、片付けすなよ、持て、OK。いや、違う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 、当てるゲームじゃないから、ヒット打って。痛い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 、打った、ホームラン。痛い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 、すごいすごい。なんかこれ、なんか上手に強くなってるんですよ、これ。強弱。すごい。よく当てます。じゃあ、あのね、これだんだん強くなってきてるんですよ、これ。だんだん。だんだん強くなってるし、そのトントンがドドドドドって、その時が。あ、ちょっ。痛い痛い痛い。さあ、じゃあラスト一球。ラストは、ラストルーだよ、ラスト。あ、痛い痛い、来た来た来た、行こう。おいおいおい、終了。止めて止めて。ということで、はい、はい、じゃあ桜井さんの結果は、桜井さんはなんと、はい、10本中、はい、4本です、はい、素晴らしい。まあ、かすったのもあったけど、はい、ヒットとして見出したのは4本、はい、いや、まあ十分でしょ、はい、さすが、次は心眼ですよ、はい、ちょっともうこれはさすがに無理でしょ、これですよ、ま、ですよ、まあまあ、まずカメラ、はい、ね、カメラどっち、これ湘南の風しても湘南の風の人、いや、もう心眼だけれど、うん、俺はもう心眼慣れてるけど、とりあえずバッターボックスまで連れてる。打席になるじゃないと思う、そういうことやめた、じゃあそこまで行きましょう、じゃあそこまで行きましょう、超怖え。あとどっちが、ちょっと待って、ね、ここがどこ、ベース、ベースどこ、ベース、ベース、ベースここ、ベースここ、ここベース、ベース、怖っ、気をつけてくださいね、ちょっと待って、これは怖い。じゃあ行きましょうか、怖い怖い怖い、余裕だ、さあじゃあ10球勝負、行きますよ、余裕余裕、行ったよ、どこ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 、はい、怖っ、うーわ、怖っ、怖っ、今、そう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 、ちょっとさ、できるなら今って言って、わかった、今、おお、いやいや、そ、調整した時が一球にかける、一球当てるよ、一球、はい、あ、惜しい、惜しい、惜しい、一球にかける、
プロ野球選手が70ぐらいになって試合した時みたいな。いいよいいよ、タイミングがあって、タイミングがある。これ上向いてるの、これちょっともしかして見てんじゃねえ、これ今見てる、絶対見てちょっと見てない見てない、タオルの隙間から見てません、見てない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 、全然見てない。タオル開いてる、タオル開いてるよ、開いてない、開いてないよ、開けてるだろ、もう開いてない開いてない、おお、いや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 、開いてたから、いや開いかけんじゃねえんだよ、開いてない開いてない開いてたから、いや音めっちゃいい。何なのその、も、心眼を戻す作業、何なの。心眼だから、心眼戻す作業、何なの。おい、おい、見えてない見えてない、はい、じゃあ終了、全然見えてなかった。じゃあどうでした、まあ、2球かな。おー、いや、塚原さん、え、2球とも、はい、タオルをずらした状況で、見てる状況で当ててましたから。心眼じゃねえじゃないかよ、まあ、どっちみち2球だろうが、はい、まあ、ゼロだろうが、うん、ここは桜井さんの勝ちございます。ありがとうございます、まあ、オーシャンチームの1ポイント、ありがとうございます、はい、まあ、早速ここはね、まあ、野球やってましたからね、はい、そうですね、うん、はい、心眼はどうなの、実際もうちょいだね。やっぱあの野球は難しいから打つのも。なるほどね、前向きですね。あと 2勝負あるんで、あるから、行きましょうか、はい、行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう、ゴーゴーゴー。この動画が良かったら高評価お願いします。チャンネル登録お願いします。見てね。